皆さんこんにちは。Victor, it's Victor, Victor です。The Action Teacher です。今日はメグウィンさん、あ、みんなメグウィンさん知ってるかな？メグウィンさんが、あのメグウィンですね。youtube.com/メグウィン。メグウィンは YouTube で毎日毎日すっごくクレイジーなビデオ作ってるんですね。で僕は大ファンです。あの1回あの会ったことある。去年の8月、誕生日の変な、7月だと思います。とにかく、この間、メグウィンが、クールハンドルークのポール・ニューマンの映画ですね、の中のシーンをパロディにした。でも、本当の映画の中に、美人の、金髪の胸が大きい、お尻が大きい、すごくセクシーな女の子が車を洗車しました。ね、すごく全部が濡れて、すごくセクシーだったね。で、刑務所の人たちが、その場面を見て、すごく興奮した。で、メグウィンが似てる映画作ったんだが、映画じゃなくてビデオ作ったんですね、YouTube で。でも、美人じゃなくて彼がビキニを着いて、で、あの高級車を洗車した。シャンプー使ったと思います。とにかく、そのビデオを見ると、そのコメントの中にね、みんながなんか、やりすぎとか気持ち悪いとかいっぱい書いてあるから、それは英語でなんて言うんですね、と、それね、教えたいと思います。だから、悪い意味でちょっとやりすぎや、ちょっと悪い意味ですね、やりすぎって言ったんだったら You've gone too far Megwin, you've gone too far または That's too much That's too much Megwin, that's too much でも僕はそれは悪い、そのビデオは悪くないと思います。逆にすごいと思います。その勇気あるなんてすごいなと思った。僕はその勇気ないと思います。ビキニ着てとか車を洗車するなんて僕はその勇気ないけど、僕は結構、バカなことするんだけど、クレイジーなことを見て作ったことあるんだけど、そこまではできないです、残念だけど。だから僕の意見はそのビデオはいいことだから、でも結構ね、今までに見たことないビデオだから You're pushing the envelopeまあ、いい意味ですね。ポジティブ。You're pushing the envelope. Megwin, you are pushing the envelope. Envelope は、これですね。普通の封筒。Envelope。で、考えたら、Envelope は、閉まると、まあ、限界あるね。これ、Megwin ですね。まあ、本当は Megwin じゃない、もちろん。これ人形は Megwin と考えて、Megwin 入って、もう、限界あるね。もう出れないでしょ。でも、Megwin は、Pushing the envelope だから破る、その限界を破る。 Megwin is pushing the envelope。 いいことですね。まあみんな意見違うと思いますけど、いいことだと思いますと思ってる人だったら You're pushing the envelope と言えばいいです。 That's your lesson for today. Thank you very much for watching. My name is Victor, the Action Teacher, and I'll see you in the next video. Action Teacher. Action.